はい、皆さんこんにちは、ワナニメルミシです。今回お届けしていくのは、パワープルアプリから、ピッチャーのスキル、カイドウとジャイロボール、この能力の、効果の違いについて検証をしていきたいと思います。で、カイドウ、ジャイロボールともにですね、ストレート系のボールの、伸び、手元での、打者の手元での伸びの具合がですね、アップすると。より打ちづらくするっていう効果なんですけども、カイドウはいわゆる金色特殊能力と言われる、なんて言うんでしょう、結構レアな能力になっています。一方、ジャイロボールもですね、回転が打者の方に向かってくるっていうようなストレート系のボールになってますので、これを、選手を作って実際に検証してみましたと。で、左からですね、カイドウ、ジャイロボールと伸び。で、一番右がですね、参考のために伸びだけの選手を作っています。で、ストレートの速さは3選手とも140キロに設定してありますので、これで、試してみました。で、実際今からご覧いただきます。ちょっと速くてよくわからないと思うんですけど、実際にはですね、133キロが出た時のものを採用してます、検証のために。で、今からスローで見ていただくんですが、スローで見ていくとよくわかるんですね。一番最初にホームベース上にボールが到達するのが、ここ。カイドウ、一番左のカイドウがやっぱり一番最初に到達します。で、続いてジャイロボールプラス伸びなんですが、一番右の伸びとほとんど変わらない状態ですね。気持ちジャイロボールプラス伸びの方が早いかなというのが、結果でした。よってですね、伸びの効果一番高いのはやっぱりカイドウ、その次ジャイロボールプラス伸びで、ほとんど変わらない状態で伸びという結果になりました。ですので、ストレート系の伸び重視した投手を作るときはやっぱりカイドウを狙っていくのがベストの選択になるかなというのが今回の検証の結果です。ですので皆さんもぜひぜひ、カイドウちょっとね取得するのに経験値かなり多いカイドウなんですが、ぜひぜひ取得するのにチャレンジしてみていただければと思います。その他、今後検証してほしいスキルとかあればぜひぜひ教えてください。